なんか電気いらない気がする。ちょっと待って。こっちの方がいい？どうなんだろう。まあどっちでもいいか。セッティングしてからやれようってね。ちょっと待ってね、わかんない。ライトをいいですね。漏れてますね。はい、というわけで画角が。はい、ということで SKE48 チーム E SKE フェスティバル終わりました。今日公演でした。はい、そうですね、今日公演だったんですけど、ファンの皆さんと会えて嬉しかったし、赤紫が結構多くて嬉しかったです。ありがとうございます。今日はこんな感じの髪型でした。真ん中で髪の毛分けました。どうでしょう。ピースピース。可愛いです。めっちゃいい。よ、いいですね。ありがとうございます。嬉しい。はい、ということで、結構先ほどから20日の当たったよって、あれかな、あの現地でトーク会ですよね、多分のことかな。元気でトークするんですけど、現地でトーク会の、申し込みが昨日から始まっていまして、申し込みしてくれたよって方、けどあのやっぱり今こういう現状なのでちょっと不安だなって思う方とかもいると思うので、あの絶対来てとは言えないんですけれども、そうですね、やっぱりみんな健康が第一なので、ちょっと自分あのね、それぞれのやっぱり状況とかもあると思うし、いろいろあると思うので、ちょっと考えてぜひ。けども本当に私はもうそれでも来てくれる方はもう本当に来てよかったって思ってもらえるように、楽しいトーク会にしたいなと思いますし、うん、そう、無理のない範囲で、はい。けど本当に私は皆さんと会えるのをすごくすごく楽しみにしているので、今会えるのが公園しかないんですよね。公園が唯一会える場所で、 AKB のオンライントーク会でもファンの皆さんとは会えるんですけれども、現地でっていうか直接お会いしてお話できるっていう機会がやっぱり今のところないので、公演って言ってもやっぱり声を聞くことが難しいので、やっぱりちょっと、うん、それは楽しみであるなって思います。はい、あ、競馬で知りました、初めまして、ありがとうございます。初めまして。あ、2月20申し込みました、ありがとうございます。はい、そうなんですよ、唯一さ言葉を交わせられる場所だよね、トーク会が。2年ぶりに行きますだって、わお、久しぶりだね。お、いっぱいありがとうございます。けどお会いできる時をすごく楽しみに待っております。ワクワクしながら待ってますね、こうやって初めて行くって嬉しい、よろしくお願いします、楽しみだね。遊びに来たよ、おいでやす、おいでやす違うかようこそ、うん、今から応募する、ありがとうございます
初めては緊張する。かわいいね。たくさんのファンの方が来てくれるといいね。そうだよね、いっぱい話したいよね。話すことがいっぱいありますもんね。恋落ちフラグについてのも話したいし、なんといったって大学卒業してから会うのも初めてですし、ラップのこととか確か SKE48 で、あ、今早くてコメントが読めなかったな今一瞬で。あ、日経新春杯当たったよって言って、おめでとうございます。めっちゃすごいじゃん。90何万ぐらいじゃないですか3連単。うわお、すごい。コメントでもくれましたよね、的中したよって言って。すごいよね。あ、相撲大会か。相撲大会したら誰が勝つって。相撲大会したら誰が勝つかな。いや、私も負ける気はしない。結構強い。日経新春杯って言えた、すごい。ダメ取るな。あ、マッコさん。いやけどマッコさん意外とか弱いもん。そう、強そうに見えてマッコさんかわいい。か弱いんです。わかんない、どうなんだろう。相撲大会蒲田どうなんだろうね。腕相撲大会なら私勝てる自信ある、力あるもん。腕相撲大会この前お正月の時期とかに家族でやったんですけど、結構強かった。私どう、姉ちゃん強ってすごい言われましたもん。そう、握力あるので結構強いと思います。指相撲こういうやつか。伊勢瀬の位置とかはめっちゃ強い。私伊勢瀬の位置、あの伊勢瀬の指すまあるじゃないですか。あれ私クラスで1位取ったんですよ。なんか小学校かな中学校の時にクラスのみんなでこうやって誰が1位、あの強いかっていうのをこうやってみんなでやってったんですけど、最後の決勝戦とか準決勝は教卓の上でやるんですよ、みんなで、あの勝ち残った人で。そこでやったんですけど、私優勝した、多分優勝した、うん、記憶が正しければ。いい先生の優勝したか準優勝、どうって優勝したと思うんだけどな。やっぱ人間っていい方向に記憶はね、記憶をね取っとくから、優勝したって思ってるだけで優勝してなかったら恥ずかしいんですけど、優勝したと思う、強いな私って思ったもん。全てにガチなのね。やっぱり勝負というものは全てガチでやっていかないとね。書き換えられるんです。そう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 、いい方向にね持ってっちゃうから。優勝したと思う、優勝したってことにしよう。おめでとう昔の私。いや優勝したと思うよ。パチ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 、イエイ。
握手会の内容もそうやっていい方向に書き換えるよって書いてあったコメントでけどそういうのはあると思う。いいと思う。いい、あの熊崎が噛みたいよって書き換えといて熊ちゃん大人っぽくなったね。しかし大人っぽくなったって、え、一緒にいますタイミングよく大人っぽくなったねっていう、ありがとうございます。嬉しいです。大人っぽくなりました。キランけどですね、今日ね、なんかメイクをしてて、今日自己紹介で喋ってたんですけど、公演のねメイクを今日してたんですよ。メイクしててアイラインっていう、わかるかな、こういうライン、目のなんていうの、目をパッチリさせるためにでアイラインって言って黒い線とか茶色い線を描くんですけど、私これ描くと逆に みんなこれを引くことによって目がパッチリするっていうけど、私は逆に引くことによって目がパッチリしなくなるっていう。で描いた、引いた方と引いてない方で見てもらったら、え、確かに引いてない方が目がパッチリして見えますねみたいな話をしてて、え、どうすればいいんだろうって悩んでたの。そしたらアミちゃんとオーちゃんが、え、アイラインって一番最後に引くといいんですよみたいな、マスカラして、あのビューラーでまつげを上げてマスカラしてから最終的にバランスを見てアイラインを引くとすごいよく見えますって言われて、だから、え、そうなのって言って、だってアイライン引いてからマスカラ、ビューラーとかマスカラするんじゃないのって聞いたら、いや、それじゃなくてちゃんとそういう順番もあるんですよって教えてもらって、で今日早速やったんですけど、皆さん目どうですか、パッチリしてますかはい、っていう感じで今日教えてもらって、ありがとうございます先輩、え、続いて何やればいいんですかねみたいなそういう話をずっとしてたら、メイクさんに、え、なんか23歳のクマちゃんがちっちゃい子たちに教えてもらってるこの状況受けるとか言われちゃって、確かにもう7、8年目ぐらいの先輩なのに、ちょっともうって言っても23歳じゃないですか。メイク方法をまだ10代だち、10代のみんな2人に教えてもらうっていうね、いやさすがですわ、女子力高いです2人。やっぱ TikTok でね、アミちゃんはすごい今輝いてますし、可愛いよね、私毎回見てますアミちゃんの TikTok。 まあ、おーちゃんはもう女子力の塊じゃないですか。おーちゃんって女の子のファンとかが多いからすごい憧れる存在じゃないですか。女の子からも可愛いし綺麗だし、またインスタもねめっちゃ可愛いじゃないですか、映えてるから、やっぱそういうところを見るとやっぱ確かにおーちゃんって女子力あるし女の子が憧れるのも分かるなってすごい思います。中身小5男子だもんね。その通り、私はね、そうなんですよ。だから今日ちょっと2人に教えてもらって少し垢抜けたんですかね、垢抜けることができたんですかね。ねえ、二人とも可愛いね。はい、今日は後輩から学びました。後輩から学ぶことも多いです、たくさん。しっかりしてる。垢抜けなくっていいよ。それはやだ。垢抜けたい。常日頃垢抜けたいと思っている。見た目は大人、中身は子供。その名も名探偵熊崎遥。名探偵ではない。あ、けど名探偵だ。だって制服を着た名探偵だもん。ま、制服は脱いじゃったけどね。
別に大人っぽく見られたいっていうそういうのもないけど、とにかく可愛くなりたい、綺麗になりたい、それですね。あ、名探偵、あ、謎、あの名はあの名前の名じゃなくてあれなのね、謎い、謎いっていうか迷路の迷なのね。またまたそう言ってみんな、もう十分可愛いよ、可愛いねって、ありがとう。ありがとう、嬉しい。またまたみんなそう言って熊崎を喜ばせて、まったくもう。言われて嬉しいでしょ、その通り、ちょろい、そんなもんよ、だって可愛いって言われたら嬉しいじゃん、頑張って良い、良かったって思えるじゃん、もっと頑張ろうってなるじゃん、そう、可愛いとか綺麗は言ってもらいたいの、言わなくていいよって言ってても言われたいの、それが女の子よ。調子に乗るのは OK だもんね、そう、図には乗らない、その通り。正直で良い、ありがとう。褒められて伸びる、そう、褒められて伸びる熊崎遥です、はい。今腕相撲して、腕相撲って相手がいないとダメじゃないですか、一人でやったらもう勝ちますよ。公演終わりで疲れてない？いやさ、調査、調査って何？どういう意味？あの疲れてないと言ったら疲れ嘘になるんですけれども、まあ楽しいからとにかく公演でははしゃいじゃうじゃないですか。そして、終わった後にふわー今日も動いたなとちょっと体力消耗するじゃないですか。そんな時に分かってんな。両親は私が大好きな甘いものを買っといてくれたんですよ。まあそれ食べて元気です。今シュークリーム食べてくれて、うん？ちょっと言ってる意味が分かんないな自分で。シュークリームを食べて甘いものを食べれてもう元気いっぱいですよ。甘いものを食べて復活ですね。ドーナツはねもう最近ね行けてないんですよ。ドーナツに見えた、確かに写真ドーナツ型だったんですけど、あれシュークリームなんです。あの期間限定のシュークリームだったらしくてめっちゃ美味しかった。甘いものは癒されますね。目の前でお母さんがカレー食べてたんです。カレーも食べたかったけどちょっとさすがにこれから今からの時間にカレーを食べるっていうのは良くない思って、まあお弁当を食べたので。ミスドめちゃ混んでて焦ったわ。ミスド混んでますよね、やっぱみんな好きだわね、大好き大好き。カレーは飲み物だよね、その通りだね。最近私はプリン流行ってる。うわプリン食べた、今から2食はだから今日はシュークリームで終わりました。
そうミスドいつも行ってもコラボのやつない。そうなのよ、私もまだ1個しか食べれてなくて、でそれを言ったらね、ファンの人がめちゃくちゃツイッターとかでくまちゃん僕は食べれたよ、私は見つけたよって言って、美味しそうなドーナツをね写真で送ってくれるわけですよ。もうそれを見て羨ましくてたまらない。なんでそんなに出会えるの、いつも遅い時間だからなのかな。遅いって言ってもそんな遅くないんだけどな、いつもお仕事帰りとかに行くからかな、お仕事前とかに行けばいいのかな、ちょっとよくわかんないんですよね。お腹が空いた。今でも熊崎家では節分のイベントはやるのかな。まあそれは絶対やりますよね、イベントものは絶対やりますよ。いくつになってもイベントは楽しんだもの勝ち。そう、私もくまちゃんに自慢しよう。うん、うちはうち、よそはよそ、それやるねやりますやります、いつも言っちゃう、うちはうち、よそはよそえ、なにアナちゃんいるの、アナちゃんいるん、どこにいる、なんでわかった、みんななんで私こんなになまってるなんでこんな私言葉なまってる今、ちょっとどこにいるって、どこの人だろう私。アナちゃんいるの、アナ、あ返事は返ってこないもんね、そりゃこの辺り2段目どこ動くのか、おお動いた動いた、どこ2列目2段目の、あーいる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 、いた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 、杉山アナ SK48 パッツン黒髪の子だ、見つけた、アナちゃん何してるの、見に来てくれたの、これ見てくれてるってことだよね、アナちゃん野菜の歌また歌ってね、春野菜の歌今度楽しみにしているトウモロコシトウモロコシってやつでしょあれ違ったっけ、ちょっと音程わかんない、わかんないや、めっちゃ面白いよね、私は枝豆だから、枝豆枝豆大好き枝豆ちょっとアナちゃんみたいに曲を作る才能はないわ私は。お真ん中に来ているアナちゃん、やっほー、こんばんは、兵庫男子すぎる、ええうんごめんたまねぎ嫌いな歌を歌ってください、玉ねぎ嫌いだからもう玉ねぎには申し訳ないけど、玉ねぎの歌はちょっと歌いたくないですね嫌われた玉ねぎ、ききききれい、そうやね、玉ねぎ嫌いなの意外、玉ねぎ丸かじりの歌思い出すと辛いよ、
玉ねぎを丸かじりした時の私の動画持ってるんですけど、自分で、いや本当に頑張ったって言いたくなるあれを見ると本当に、なんか2じゃないよの1じゃないよかな、1じゃないよの時に玉ねぎを食べたんです、丸かじり。なんか克服しようって言ってるのに丸かじりを食べるっていうのはもう余計嫌いになっちゃうじゃないですか。でなんかマネージャーさんが私が丸かじりしてる玉ねぎを丸かじりしてるね動画をねブースの外から撮ってくれてたんですよ。もうひどい、もういいって言って本当に。けど玉ねぎが悪いわけじゃないんですよ、玉ねぎは美味しいんです、玉ねぎはすごく美味しいものなんですけど、私の口とは合わなかっただけです。だから美味しい玉ねぎを作ってくださる方は本当に感謝です。だって玉ねぎの方のね好きな人って多いじゃないですか。そう、私の口がおかしいんです、はい、玉ねぎが嫌いなんです、はい、それは申し訳ないです。血液もサラサラになるからいいことしかないんですけどね。じゃあ玉ねぎ嫌いな歌は今度アナンちゃんに会った時に考えてもらおうかなアナンちゃん見てるかな、今度会った時玉ねぎ嫌いな歌作ってくれると嬉しいな鬼オンスープは好きなんです、スープは。そこに入ってる玉ねぎは食べれないです。確かに好きになる歌の方がいいか、確かに。じゃあ玉ねぎが好きになるような歌をいつか作ってください、アナンちゃんよろしくお願いします。カレーの玉ねぎも嫌いです、溶かしててほしいです。わらび餅食べたことある？あるよ、めっちゃ好きだよ。なんなら私自粛期間わらび餅自分でめっちゃ作ってました。わらび餅は美味しいよ。わらび餅冷たくて美味しいよ、早く来ないと行っちゃうよ、わらび餅作ってたんだ意外、作ってました。それラーメンだね、え？これわらび餅の歌だよ、え？これ違うの？わらび餅の歌じゃないのよ。売りに来てくれたことはないんですけど、これこういうわらび餅の歌あるよっていうのを聞いたことあるんです。え？違うの？これわらび餅の歌じゃないの？わらび餅冷たくて美味しいよ、早く来ないと行っちゃうよ、わらび餅。え、な、どっちどっちどっち、正解とか正解、え、マジで言ってる、え、マジで言ってる、ガチで言っている、え、逆にないの？そうね、え、じゃあ私嘘つかれたってこと、今までこれずっと信じてずっとこれだってって歌ってたんだけど、記憶にない、あるよあるある、え、ラーメンの歌、ラーメンってこの歌なの？愛知県岐阜はこれなの？愛知県と岐阜限定の曲なのこれ？私も実際に聞いたことはないんだけれども、石焼きも
あ、石焼き芋はさ、これじゃないじゃん。石焼き芋、お芋っていう感じじゃない？そんな感じだったよね。ラーメンはなんか、ふーっていう、ふーふーっていう、あのラッパみたいなのを鳴らしてるイメージ。あ、三重県もそうなんだ。え、じゃあ愛知県、岐阜県、三重県限定のわらび餅の歌なんだこれ。面白い。逆にあるの？他のわらび餅の歌とか。関東はないよ。岐阜でも俺は聞いたことないけど、さっき今岐阜県の方はね、聞いたことあるって書いてあったよ。三重でも聞いたことない。どこなんだろうね。けど嘘ではないってことですよね、私がこの歌あるよっていうのを聞いたのは。静岡もそれなんだ。場所によって違うのね。初知り。わらび餅は店で買うものかな。まあそうですね。けどそういう買ってみたいですよね、来たものを。ラーメンとかの話してると腹減ってくる。だよね。わらび餅は100円だったよ。安っ。今一つでなんか400円とかありません？けどめっちゃ美味しいんだよね、そういうわらび餅って。わー、和菓子好きですよ。もしかして、なんならどら焼き今日食べました、公演前に。どら焼き美味しい。どら焼き食べたよ。鬼まんじゅうも大好き。いちご大福はもちろん大好き。どら焼きが食べたいな。赤福はもうこの前食べました。結構食べてんだ私。え、今ちょっとあの黄色いクマさんのモノマネしたんです。はちみつ食べたいなーっていうやつ。赤福食べたいなー。けど黄色いクマさん、黄色いクマさんのモノマネって分かった？じゃあうまいってことだね私。違うか。もっと低い声で。はちみつ食べたいな。合ってんのこれ。クマ界の大先輩だよ。それは青い猫？青い猫型ロボットの方。青竹こぼ竹声が出ない。だんだん怪しくなってきた。うん、難しいねモノマネって。全部同じ説、間違いない。クマちゃんメンタル強い。あ、やっぱちょっと SKE に7年8年いるとメンタルも強くなっていきますね。
え、後輩が見ていると、え、アナまだいるの？え、全然いないと思って普通に変なことやってた。いるやん、やば。こんなやつですが仲良くしてね、よろしくです。ものまねするときは滑舌強いね。ありがとうございます。じゃあこれから一生モノマネして生きていきたいと思います。鼻フックやってたからな、昔やってたね。役入ると滑舌よくなるかもね。そうかもね、そうかもね。舞台の時は滑舌よかったねって言われたもんね。ちょっとなんかいいのないかな、周りにいいのないかな。今漫画がいっぱいある、周りに。なんかいい面白いのないかな、近くに。鉛筆と消しゴムだらけ。鉛筆多分100本ぐらいあるわ、ここに。だし、けん玉はね、今違う部屋にあるの。うわ懐かしい。ポスカーとかもある。なぜこんなに、いやなんか使うじゃん鉛筆使うじゃん。うわ懐かしい、何これ。定規、昔使っていた定規。これ多分小学生の時に使ってた定規。見て、懐かしくない？こういうの、定規。昔からスヌーピーさん大好きだった。キャラものですね。物持ちいいな、ほんとよね。なんでこんなにあるんだろう。え、懐かしいけどこの子誰この子誰。めっちゃ懐かしいけど誰。うわーなんか懐かしい回やっちゃってる。いい音がする、すごくない？めっちゃ持ってる。消しゴム、うわー懐かしい。これ知ってる？鉛筆につけてこうやってずっと書いてても手が痛くならないやつ。これグリップ、グリップ。うわ超懐かしいじゃん。うわこれはちょっと見てほしい、見てください。じゃじゃじゃーん、こじはるさんの消しゴム。これ知ってる？これが欲しいために塾入ったよね
頑張ったよね。そう、塾でもらえるやつまだ使ってないんですよ。未使用です。そのためにってわけではないんですけど、勉強頑張ろうって思ったよね、これもらえて。めっちゃレアやん。他にも私持ってたんだけど、友達にあげちゃったんだよね、多分。友達がすごい好きで。あげちゃったんな。だけどこじはるさんは本当に好きだったからあげられなかった。めちゃくちゃ AKB が好きだったのはビギナー。ビギナーが初めて買った CD でした。 AKB48 のCD。 ファンっていうファンではなかったんですけど、けど本当にビギナーは好きで、曲が買いました CD。 こじはるさんはすごく綺麗で好きだった。なんか友達周りがみんな好きで、 AKB のこと大好きで、でそれで何それ流行ってるのと思って聞いて見させてもらった時に、ビギナーが本当に好きで、そう、ビギナーから買ったかな。ね、すごいいい曲で、この前カウントダウン TV 見てたらビギナーが出てて、へーと思って、懐かしいって思って。おじゅりは知ってた。おじゅり知ってたよ、だってめっちゃ美人だったもん。そう、いや、あの頃めっちゃ好きで覚えてたな、振りとか。けどなんて言うんですかね、ライトっていうの、めちゃくちゃ詳しいわけではなかったんですけど、私すごい学校でもすごい音楽流れてたりとか、なんか友達が好きだったから、あ、知っとかないとっていうのがきっかけでいろいろ知ってって、で、あ、すごいいい歌あるなとか、それでどん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 魅力を知りました。握手会行こうとは思わんかった。握手会がどうやってある行けるのかも分かんなかったから、なんか誰かが行こうって誘ってたら、あ、行ってみたいなと思うけど、そうだな、その時は握手会が、そう、疎いんです、私。握手会があるっていうのもあまり知ってなくて、けどもう、なんだろう、とにかくめちゃくちゃ人気だった。そうだから、あ、行ったんだ、すごい、めちゃくちゃすごいじゃんっていう感じだったね。ただそんなに簡単に行けると思ってなかったもん。
いや簡単に行けたかどうかも知らないけど、当時はどうなんだろう、分かんないけど、そういう今回みたいになんか CD 買ってネットでポチッとして行けるなんて思ってなかったから、結構かなりまたなんかいろいろあるのかなとか思ってた。そう、握手会ってどんな感じなんだろうとか思ってた。うん、けどあれだよ、女の子も好きな子いっぱいいたし、男子とかもめっちゃ好きだった子とかめっちゃいた、いたいた。でそれで聞いてた、あ誰々が可愛いんだよとか、誰々がいいんだよみたいな、誰々が推しメンなんだっていう話を聞いて、えそうなんだ、そういう人いるんだと思って、善悪も言ったことないです。多分善悪と個別があるっていうのも知らなかったです私そう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 、SKE との出会いはお母さんが「この子小学生なんだよ」って言って教えてくれたおジュリを見たのが初めてだったんじゃないかな。ニュースかなんかで出てて「えこの子小学生なんだよ」みたいな、「知ってた」みたいな、「全然見えないよね、大人っぽいよね、綺麗だよね」みたいな話をしたのがきっかけだったかな。お母さんがそのニュースを見た時に、え、はるか見てこの子小学生なんだよみたいな、え、年が一個違うじゃないですか、一個だけなんだ違いって思って、こんな大人っぽい子いるんだと思って、そうお母さんが驚いてて、それを話してくれてきっかけですね。いや握手会やる側になってどうって、いやまさか本当に SK に入ると思ってなかったもん私もまさかアイドルになるなんて思ってなかった本当に。だってさ芸能界に入るっていうのも全然なかったもん昔なんて。なんか小学校の時なんて自己紹介で一人ずつ名前言う時間とかあったじゃないですか。その自己紹介名前言う時間があるたんびに私保健室かトイレに逃げてました。すいません体調悪いですって言って、そうちょっとまだ体調悪いですって言ってすぐに保健室に寝に行って、でトイレに逃げこもって、で毎回先生から今日もはるかさん保健室行ってましたって言われるタイプ本当に嫌だったの。なんか友達と遊ぶのとか友達と喋るのは好きだったんだけど、人前に話すの大っ嫌いで無理だった。だから自己紹介次の時間やるよって言われた時にすぐに逃げたし、なんかの授業の発表会とかの時も嫌すぎて毎回保健室行ってたりとか、毎回トイレに行って順番すぎてラッキーと思ってた。それは意外な一面だ。そうなの、めちゃくちゃ嫌でした。もうけどいつの間にかこんな感じになってます。すごいやさぐれてたわけじゃないんですよ、別にやんちゃでもなかったんですよ、ただ恥ずかしくて嫌だったんですそうめちゃくちゃ恥ずかしくて、とにかく喋るのが嫌で、人前に立つなんてもう嫌ですって感じだったから、授業でも手は挙げなかった、うん手は挙げなかった、もう嫌だったもん、発表するのが嫌だった。まあたまに分かってない時もあったけどね本当にシャイで、もう本当に舞台っていうか学芸会とかもセリフが一番少ないのを選んだし、本当に嫌だったもん。もういい、なんか学芸会の時にオーディションみたいなの受けたんですよ。もうそれもすごい嫌で、
え、少ないかなと思って選んだらめちゃくちゃ人気な役で、うわやっちまったと思って、で屋上に集められてみんなの前でオーディションするんですよ。あ、もうほんと嫌だと思って、何にも走れなかったもんな。あ、みたいな、こそこそボソボソとちっちゃい声で喋ってたんですけど、本当にね、だからそんな自分が今 SKE になってアイドルやってるなんて全然想像もついてつかなかったです。SKE の長初期はシャイさも見えてたよね、顔も見えてたよね、確かに人見知り発揮してたかも。国語の本読みはめっちゃ嫌だった、本当に嫌だった。あのさ、もうあれじゃん、まるで順番に前から読んでくってやつも本当嫌だったもん。なんで読まないといけないの、みんな読めるじゃんって思って。だから友達に「へえすごいね」みたいな、なんか想像つかなかったよねみたいな、私がアイドルとか芸能界に入るっていうのが、そう今話しても親とかとかもなんか「なんで今こうやってアイドルやっててすごいよね」みたいな、全然想像つかなかったよねあの頃はみたいな。そんなことがあったんですよ。なんか家ではとか友達と遊ぶ時はなんか全然イエーイみたいな感じの子だったんですけど、人前に立つともうえっみたいな。そんな子だったんですよ。それが成長ってもんよ。そうなのかね。だから変えさせてくれたきっかけには感謝ですね。うん、それはそれが今こんなになっちゃって、そうなんですよね、こんなになっちゃいました。今は人前に出ること大好きです。まあ緊張はするけどね、嬉しいよね、もうどんどん出れたら嬉しいよね。よくオーディション受けたね。だから SKE の前にいろいろきっかけがありまして、本当に小学生の時に結構いろいろありまして、4年生ぐらいから変わり始めましたね。小学4年生ぐらいから変わりだしたからちょっと早かったかもね。そう思う、そうそう、中学生日記はねちょっとまだ後の方の段階なんですよね。小学4年生ぐらいでちょっとあるきっかけがありまして、人前に立つっていう素晴らしさを知って、小学、そうですね、中学生日記は割と遅めなんですよ。その前に実は結構これ言ってると思うんですけど、別に隠してはいなかったんですけど、その小学5年生それぐらいかな、親が勝手にオーディションに応募して、で事務所入ったんですよ。事務所に入ってレッスン受けてて、そうレッスン受けて、で結構それで、あ演技楽しいなって思うようになって、演技とかウォーキングとかそういうなんていうの、でけどやめて結局で中学生日記受け、中学生日記は友達が一緒に受けようって言ってくれたんで一緒に受けに行ったんですけど、でそれも受かって、で中学生日記やって終わっちゃって、えなんかないかなやれるものって言って SKE を知って
SK はもう、まあ、知ってたんですけど、 SK のオーディションがあるよっていうのを知ってオーディション受けたんです。 SK の6期の。そう、そんな人生でした。そう、あ、別にあの小学生の演劇っていうのはなんか別に学芸会みたいなもんですよ。それを友達きっかけで、そう、主役を、まあセリフが少ない主役をやって、あ、楽しいなって思って、6年生の時の学芸会とかはもうめちゃくちゃセリフが長い役、主役の役をオーディション受けて、でだんだん性格が変わっていきました。でもなんかやらなかったことが後悔だったので、今回そのやってよかったなってすごく思います。それを引っ張ってくれた友達には感謝してます。先生にもすごくすごいいい先生だったので、本当先生に恵まれてたんで、それがきっかけでまたね変わりましたね。いや本当になんかねすごい成長というか、人間って変われるんだなって思います、そう思うと。うん、なんでこんな話になっちゃったんだろうなんか申し訳ない、こんな話になっちゃって。はい、けどまあ最終的に何が言いたいかというと、今 SKE に入れて SKE として活動できて、そしてファンの皆さんに会えてよかったな、幸せだなって思います。はい、いろいろなかったら SKE に入ってなかったかもしれないし、あーなんか、うん、SKE に入れてみんなと出会えてよかったなって思います。ロッキーが初めてのオーディション、そうだね、 SKE の6期生オーディションが SKE のオーディション初めて受けました。すごいなんか文房具探しからこんな話になるまでなるなんて思ってなかったよね。あ、見て、文房具探し、ポケットはね、これさ、ショールームってさ行っていいの、わかんない、どうなんだろう、わかんないんだけど、どこまで行っていいか、ちょっとショールーム初心者ですいません。すごいカセットがあるの、消しゴムなんだこれ、 DS カセット、あ、いい匂いするこれ、めっちゃいい匂いする、ブドウみたいな匂いする。めっちゃこれルビーです、私ルビーだった、私ルビーのソフト持ってた。うわ、いっぱいある。あとね、今近くにある。本が。本がありまして、タイ語を覚えようと思って、タイ語のレッスン本、レッスンの本があります。じゃあこれはあのミュージックとジェンと会った時に、あ、ちょっとタイ語を覚えたいなと思って買ったんですよドラえもんの引き出しでみたいだって。そうそう、なんかすごいミュージックちゃんたちがあの日本語
喋れてて、えすごいなって思って、えじゃあ私もタイ語覚えたいなと思って買ったそうだけど全然ね喋れないよ、難しいよね。そうなんかえこんな日本語覚えてくれてるんだと思って、そうだから覚えたいなと思って買った本なんですけど、そうめっちゃあるんですよね。アライクライ、ティーナイ、ティーナイ、疑問、合ってんのかな、これ発音わかんないよね、やはり食欲からやんって、ご飯系から覚えましょうね。トムタンペチャイマイ、台風焼きそばは甘いんですか、パッタンワンロー、合ってる そう、それで買った本です。そう発音とかわかんないからね、なんか実際になんかこうやって独学で覚える人ってほんとすごいなって思う。なんか先生とかがいてくれたら嬉しい、めちゃくちゃありがたい、習いに行きたいよね、もうそういう言葉。合ってるのかな、あとはもう教科書がザーッと、大学の時に使ってた教科書がザーッとあります、ザーッと、ふう分厚い。英語をね覚えろってね話なんですけど、英語もね、英語ね難しいよね。第二外国語は何習ってたの？第二大学語、外国語は私は韓国語を習ってました。韓国語は文法が一緒なので結構覚えられましたね、すごく。英語は気合でなんとかなる。そう韓国語は読めますよ、もうあの文字っていうか、たまに言葉が分かんない時もあるけど、ハングルを読めるからそれを読んで、こうやって携帯で打って意味は何っていうのを調べると大体出てくるので、はい。なんか中国語か迷ったんですけど、中国語は結構難しいって聞いたんで、だから韓国語の方が文法がすごい日本とかあの変わらないから、私は何々で何々ですっていうちゃんと見たんだけど難しくて、ドイツ語はすぐに落とした記憶授業取ってたのか。フランス語はね、私どうだったっけな、もうなんか英語っぽい感じが、もう英語っぽい感じなのかな、フランス語ってなんかちょっと新しい感じの方がいいなと思って、真っ白な状況から覚えようと思ったから韓国語にしちゃったな。かっこいいよねけど、どれも喋れたら。
うい。今スペイン語になんて書いてあるのわかんないけど、スペイン語ハマってんのかな。案外外国語のが噛まないよね確かにそれはあるかも。まずは日本語じゃないんですか。まあ日本語も勉強しろって話ですよね私。はい、その通りだと思います。ちょっと日本語を頑張りたいと思います。はい、熊語になっちゃうので、まあそこはもうなんか言われちゃったら何も言い返せないかなっていう。日本語難しいです。イントネーションがところどころ違うよね。めっちゃ指摘されてるじゃん。やだ恥ずかしい。さっきもちょっとなんか違ったしね、なまってたしね器用だってありがとう。カムサムダコマオ。目乾燥してきた。大丈夫。名古屋弁なんだ。名古屋弁なの私って。イキャーとか言うよね。イキヤーってそういうこと言う。名古屋弁なんだろうな。確かにそれは名古屋弁だわ。デレアは言わない。ドエレアとか言わない。えらいとか言う。めっちゃ今日えらい歩いたから超えらい。めっちゃあの疲れたって意味なんだけど、えらいって。だからマヤとかに、なんか今日めっちゃ偉くないみたいな感じ言うと、何が偉いんですかみたいな感じ。それはめっちゃ言われる。偉いって何でしたっけって。めっちゃ聞きますよねマヤ。すいませんって言ってよくしゃべる。偉いは岐阜でもいい。デラは言わないかな。デラなんとかは。滋賀県民もえらいは使うんだ。えらいは結構そうですね。なんとか行きやとかはすごい言う。なんとかしやとか、しときとか。そういうのは多分ちょくちょく出てると思う。なんとかやわとかも言うかも。多分言うね。うん、なんと言っとくわとか、そういうのはあれ表現なのかな。顔が名古屋っぽいないっぽいない。顔が名古屋っぽいない。ダモンでも言いそう。ダモンでは言わないな。ダモンでみたいな言わないな。なんとかやなとか言う。靴のイントネーションとかも名古屋独特。靴じゃないの。靴、靴、多分靴と、靴が合ってる今。合ってる私。靴って合ってるこれ。靴、靴履く。靴、靴、靴なの。靴履いて出かけてくる。靴、靴履くよ。靴持ってる。
合ってる？靴っていう人が多いのかな。靴なの？靴なの？方言？え？靴なの？靴って、靴？靴？靴？靴履いて？靴？靴靴？靴が間違ってるの？なんか私さ、なんか前なんか中学生日記出た時にぶりっこっていう言葉が方言じゃなくてイントネーションが違うって、ぶりっこぶりっこ、これもなんか指摘されたな。ぶりっこじゃんじゃなくてぶりっこなんだよね。あれどっちなんだろう。それすごく言われた覚え出がある。ぶりっこかぶりっこなんどっちだったっけな。ぶりっこだった気がする。ぶりっこって言ってたけどぶりっこだよって言われちゃった気がするんだよな。なんか中学生日記だからそういうのあるじゃん、学生の話でえぶりっこじゃんそれみたいな感じのセリフがあった時にぶりっこだよって言われて、ぶりっこなんだと、ぶりっこだと思ってたのよ、ぶりっこだよって言われて知らなかったと思って、イントネーション難しいと思って、剥がるんだね、ぶりっこじゃなくてぶりっこなんだね、知らなかった。遠くにいてももそうだよね、遠くにいてもなん、え？遠くにいてもなのに遠くにいてもって言っちゃうよね、難しい。もういや、ラーメンはラーメン、私それはラーメン譲れんラーメンだもん、私ラーメンだもん、ラーメンが食べたい、ラーメンなの、ラーメンなの、これね名古屋の人もね違うって私に指摘してくる、ラーメンだもん、ん？味噌ラーメン、ラーメン、ラーメン、何なんだろう言い方が、もうなんかどっちもどっち分かんない。ラーメン、ラーメン食べたい、味噌ラーメン、ラーメン食べたい、ラーメン、ラーメン食べよう、ラーメンだよね、あれ分かんなくなってきちゃった、あーもうやぶり、あー頭の中がぐる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 、これは名古屋の人にもなんか、え、これ名古屋弁とかじゃないからって、全然違うよ発音って言われそこをなんとか、半ズボン、いや私しか言ってないラーメンなんて、名古屋民に否定されるクマ、受け入れて、なんで私そうやって呼んでんだろう、わかんないや、反復横跳び、反復横跳び、わからん、でどっちも言ってる気がする、どっちなんだろう、誰かいないのかな、ラーメンって呼んでる、ラーメン食べたい、ラーメン、ん、ラーメン食べたい、ラーメン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 食べたい、そラーメン、ラーメン、ラーメン、ラーメンって言ってる人いないのかな、ラーメンって言ってる人いる、いない、反復横跳びいないの、ちょっといつか出会うといいな、ラーメンって呼んでる人とラーメン食べに行こうって言ってる人いないかなラーメンつけ麺爆イケメン、はい、オッケー、あ、そういう場合は言えてる、私言えてる、言えてるよね、今はこれからそれ言えばいい、加納英子さんの言えばいい、もう大好きで見てるんです、めちゃくちゃ、右見て左見て僕見てってやつ大好き、めっちゃ面白くないこれ
私めっちゃ面白くて、これ絶対自分が運転するときに言いたいなって思ってる。これ絶対私運転するときに必ずこれ言いたい、友達に向かって、右見て左見て僕見てってやつ言いたいな、これ絶対言う。私運転するときに必ず言いたいこの言葉。事故るよってダッフーってやつえー言いたいな。黙って運転してって言われるよって、確かにこれ絶対やりたい、絶対絶対不意にやったら笑えるよね、これ。誰かにやりたいな、これいつか。別の意味の事故だってシアターシアターでスタッフースタッフーってナツキーナツキーって言おうかな、ナッキーに。わニキビできそう。うん、今座ったらニキビできそうだった、ここ嫌だ。ごめん違うお話して。運転する人の車は怖い。大丈夫、運転中に言わないから。じゃあ行くよ、みんな運転行くよって言ってしっかり捕まってて。じゃあまず安全確認するよ、右見て左見て僕見て。完璧、やりたいな、いつかやらないかな。発車前にいいよ、そうします。じゃあ弟にやったらって言うじゃん。じゃあ弟がやっててめっちゃ面白くてそれやりたいと思っちゃったけど言われた時は私あ何言ってるのって言っちゃったけどけど言ってみたい。絶対面白いじゃん。やりたいな、弟の影響変えてけどさ、面白かったからさ、ちょっとやってみたかったんだよね。やってみたい。兄弟そっくりだね、確かにそれはそうかもしれない。人がやってることやりたくなる気持ちはわかるわ。え、わかるよね、わかる。お父さんは覚えられてなくて全然中途半端で終わったよな。絶対はって言われる、だって言っちゃったもんけど面白かったはって言った後にちょっとじわって笑ってきちゃう。あ、もうすぐ11時になる、やば、もういっあっという間にもうめっちゃこんな時間だったのね。はい、ということで、めっちゃ夜遅くまでやっちゃった、ありがとうございました。皆さん最後まで付き合っていただきありがとうございましたはい、ということで、はい、はい、ということで、ちょっと思考回路が止まってしまったチーム E のくまちゃんことくまざきはるかでした。公演終わった後にまた夜からこうやってショールームで皆さんとお会いできて嬉しかったです、ありがとう。またぜひぜひショールームとか配信もやるので、皆さん遊びに来てくれると嬉しいです。そしてね、現地でトーク会とかでも皆さんとお会いできたら嬉しいなと思いますけど、無理はせずなので皆さんいろいろ考えて
ぜひ申し込みしてみてください。よろしくお願いします。本当に早く皆さんに会えるのが心待ち、会えるのがすごく楽しみです。また同じこと言っちゃった、すいません。まあとにかくそれぐらい楽しみということなので、皆さん絶対に、けど健康第一ですよ。皆さんちゃんと手洗いうがいして、しっかり自分の健康を、もう体を大事にしていてください。よろしくお願いします。それでは皆さん、これからもいろんな可愛い子いるかもしれませんが、右見て左見て、そして私を見て、以上、くわちゃんこと桑崎遥香でした。バイバーイ。ふう。おやすみー。